地震と津波、原発事故、未曾有の危機の下で多くの国民が救援募金を寄せボランティアに取り組んでいます。自己責任論を乗り越え、人と人の絆を大切にしたいという社会的連帯が広がっています。大震災によって我が党も49人の同志が命を落とし、10人が行方不明という犠牲を被りました。少なくない読者、支持者の方々も失いました。地方議員では岩手県陸前高田市の及川一郎市議会議員が亡くなりました。盛岡市内で党議員と支部の皆さんが募金活動をしているときに、陸前高田から避難してきた人から、及川さんは津波だ、避難しろ、逃げろと最後まで避難の誘導をしていたと伝えられたのです。その後残念ながらショッピングセンターの非常階段の瓦礫の中から遺体で発見されました。地域の人はいつもニコニコ笑い、よく相談に乗ってくれ、面倒見が良い人だったと語っています。不屈で力強さ、思いやりを持った党員だったからこそ、最後の一郎さんの頑張りと姿があったと思います。被災地の日本共産党員の皆さんが避難所で、仮設住宅で、破壊された漁港で、地方議会で被災者救援の先頭に立ち、切実な要求を掲げて政治を動かし、住民の皆さんの信頼を高めている、これは国民の苦難軽減のために献身するという日本共産党の立党の精神を体現したものであり、我が党の誇りであります。日本共産党に託された募金は8億8000万円を超え、自治体、農協、漁協、商工会議所、商工会、消防団などに届けられています。共産党の呼びかけに応えたボランティアは1万人を超え、特に青年の頑張りが被災地を励ましています。金を出せという政党はあっても、義援金を届けてくれる政党には初めて出会ったという声も少なくありません。ある新聞赤旗の読者は、これまで420円、520円と、なんと62回にわたって総額4万1208円の募金を送ってくださっています。この方はできる範囲で募金しよう、共産党なら間違いなく救援に使ってくれると、1日1000円と決めている食費などの残金を募金として送金を続けてくれております。苦しんでる人々がいたら、いても立ってもいられない、こういう人々によって党が支えられていることは嬉しい限りであります。私は募金とボランティアへのご協力に心から感謝するとともに、さらに被災地への支援を発展させることを強くお願いしたいと思い次第でございます。日本共産党が創立されたのは1922年7月15日ですが、その翌年1923年9月1日関東大震災が起こり、死者行方不明者で約10万5000人という大災害となりました。民生同盟の前身、日本共産青年同盟の初代委員長河合義虎は、
命がけで被災者の救援に当たります。天皇制政府が共産党員を相次いで逮捕・投獄する中での活動でした。農家が迫る中、幼児3人を救い出し、赤ちゃんには粉ミルクを買って飲ませ、子供にはビスケットを食べさせ、自分の上着をかけて上野公園で一晩中抱いて安全なところに移すということをやっております。彼はその直後に捕まって亀戸の警察署で21歳の若さで虐殺されました。彼のお母さんは我が子を殺されたことへの悲しみと怒りとともに、息子がそうした心優しい献身的活動をやっていたことを知って涙を流して喜んだということが伝えられております。死者・行方不明者3064人を出した1933年3月3日の昭和の三陸大津波。300名余りが逮捕される大弾圧を受けながら、日本共産党は救援活動に取り組みました。その中に東京で看護師として働いていた砂間明子さんがいました。この明子さんたちはですね、被害が最も大きかった太郎村に行くことになり、盛岡からは官憲の目を逃れるために雪の中を歩き、約100キロ離れた宮古に行き、さらに船で1時間半かけて現地に向かいました。役場で救援金と医薬品を渡し、すぐに診療を始めます。たちまち行列ができました。ところがわずか3時間で特攻警察によって逮捕されました。地元新聞は特攻の情報でこう書きました。罹災地に赤いマッシュ、3名のオルグ逮捕、診療を行いつつ運動。被災者の方の命よりも天皇制権力を守ることを上に置いたんですね。無法で残虐な弾圧を受けながらも、私たちの先輩は災害から国民の命を守るために、それこそ命がけで頑張り抜きました。今被災地で発揮されている国民の苦難軽減のために献身するという我が党の精神は、こうした不屈の伝統の上に、その積み重ねの上に築かれたものであるということを、私は先輩たちへの心からの敬意を込めて強調したいと思う次第でございます。漁業の復興に向け努力する被災地で、今水産特区構想が大問題になっています。大企業の儲け口を増やすだけのやり方に厳しい批判の声が上がっています。宮城県漁連の阿部力太郎理事長は、家や船、漁具を失った漁業者は避難生活を送りながら立ち直ろうとしている、その苦しい時期に何故漁場を企業に与えることを可能にする水産特区を作らなければならないのかと切々と訴えました。岩手県漁連の大井誠二会長はこう訴えました。我々は3つの涙を流した。大津波で壊滅的打撃を受けた悲しみの涙、多くの励ましや支援を受けている感動の涙、水産特区構想による不安と混乱を招く憤りの涙だと。私が漁業者の絆を分断し、企業が強引に土足で浜に入ることには断固反対と訴えますと、温かい拍手が何度も起こりました。共産党の委員長が全国の漁業者の前で話すのは史上初めてでありまして、最初は相手も緊張したようでありますが、
深く心が通じ合った思いがいたしました。日本共産党はこの無法な攻撃に対して相手が諦めるまで漁業者の皆さん、国民の皆さんと手を携え、日本の漁業、東北の漁業を守るために頑張り抜くことをお約束したいと思います。ソニー仙台テクノロジーによる被災者リストラも大問題です。日本共産党の追及に首相はしどろもどろになり、自民党席からも共産党応援のやじが飛びました。私は2つの点が国民の心に響いたと思います。一つはソニーで働く若い機関社員は自ら被災しながら職場に駆けつけ、泥のかき出しなどを工場の復旧作業に当たったんです。ソニーで働くことに誇りを持ち、雇用の形こそ非正規でしたが、仕事の中身と志はプロフェッショナルだったんです。そういう若者を震災のただ中で切り捨てて、どうして復興ができるか。もう一つは、宮城県気仙沼市で水産加工業を営む地元企業は、9つある工場のうち8つが津波で全壊しながら、800人の従業員を一人も解雇せず、雇用を守ることは地域の絆を守ることという信念のもとに頑張っている。地元の中小企業がそういう覚悟で逃げずに雇用を守っているのに、大企業がさっさと逃げ出すということが許されるのか。こうした無法を許すわけにはいきません。大震災の時こそ巨額の内部留保を溜め込んできた大企業が雇用を守り、社会に恩返しすべきではありませんか。復興の戦いは、日本共産党綱領が示すルールある経済社会を築く重要な内容の一つです。この危機を国民みんなの力で乗り越え、災害で壊された生活と生業の基盤回復を国の責任で行う、しっかりしたルールを作ろうじゃありませんか。震災に乗じた大企業の横暴勝手を許さず、雇用と地域への社会的責任を果たさせるルールを作ろうじゃありませんか。社会的連帯で人々が支え合う新しい日本を作ろうではありませんか。原発は安全だという政治の嘘を明るみに出した福島第一原発事故。パンフレット「科学の目で原発災害を考える」が大きな反響を呼ぶなど、原発の危険を告発し続けてきた日本共産党に新たな注目が集まっています。これはですね、兵庫県の医師会の会報なんですが、6月1日に行われた理事会の様子が報じられています。医師会のですね、川島隆一会長の挨拶が掲載しておりますが、これ読みますとですね、ずっとですね、私は共産党員ではありませんがと断りながら、挨拶のなんと3分の2は不破さんのパンフの、紹介なんですね。じっくり読み込んだと思われる生活かつ詳細な紹介になっております。川島会長の挨拶は最後にですね、医師会を挙げて根本的に原発問題というのをしっかり考え直さなければいけない、こう訴えております。さらに川島会長はですね、その後開かれた兵庫県医師連盟の総会の挨拶で、これホームページに出ておりますが、ある野党は原発反対を一貫して主張し続けてきた、我々はイデオロギーの違いを理由に
意見を聞いてこなかった。その反省に立って、これからは党派を超えて交流し、我々の医療理念を提言していきたい、こう語っております。嬉しい話です。安全神話が崩れていますと、これまで視野に入っていなかった日本共産党が誰よりも正論を述べていた。ここでも新しい響き合いが起こっているではありませんか。さらに国民の声は政治を動かし始めました。5月東海地震の想定震源域の真上に作られた中部電力浜岡原発が停止に追い込まれました。浜岡原発を止めた力はどこにあるか。菅首相の力じゃありません。1967年に計画が持ち上がって以来、一貫して反対を貫いてきた住民運動の力であり、第一歩の勝利であります。先日静岡市で5000人の大集会が持たれ、私も参加してその熱気に感動しましたが、永久停止廃炉を実現するまで頑張り抜きたいと思います。新聞赤旗がスクープし大問題になったやらせメール事件。九州電力の関連会社社員から共産党福岡県委員会に寄せられた告発で発覚したものです。載せたのは新聞赤旗だけでした。続いて国会で笠井明議員が追及しました。海江田大臣はそんなことが本当だとすれば許されないと言い、その夜ついに九州電力は緊急記者会見を開き、やらせメールの事実を認めました。日本共産党ならではのですね、草の根から国会への連携プレーで嘘を暴き、限界原発の再稼働をストップさせた。さらにやらせ問題は拡大しています。中部電力や四国電力の国主催のシンポジウムで、なんと原子力安全保安院が賛成質問などを要請していたことが明らかになりました。原子力を規制すべき保安院がやらせを要請するなど、言語道断、文字通りの自殺行為であります。保安院どころか不安院に身を落とした原子力安全保安院は解体し、推進機関である経済産業省から文字通り独立した原子力の規制機関を速やかに作れ、このことを強く求めたいと思います。日本共産党は6月13日原発からの撤退を求める提言を発表しました。原発の事故には他にはない異質の危険があります。放射性物質を完全に抑える手段はなく、被害は時間と空間を超えて広がります。地域社会を丸ごと危険にさらします。それは原発の技術が未完成だからです。原発を動かすと出る死の灰を閉じ込め無害にする技術を人類は持っていません。死の灰の危険がなくなるには、ただ時を待つしかないんです。しかしそれに要する時間はなんと100万年という超歴史的な時間です。100万年といってもピンときませんね。今から100万年前と言いますと、北京原人よりもっと前の時代です。これから100万年先という途方もない時間を閉じ込める保証がどこにあるんでしょうか。一体誰の責任でそれをやるんでしょうか。核のゴミの国際的な最終処分場を日米主導でモンゴルに作る計画が報じられております。私は先進国で作った
核のゴミを途上国のはるか未来の世代に押し付けることは絶対にやってはならないということを訴えたいと思います。日本共産党の提言は外国特派員協会での講演でも注目され、司会者がこう締めくくりました。再生可能エネルギーの可能性は原発の40倍に当たるということが頭から離れません。 C さんには原発撤退を実現させた後に再びここに来ていただき、どうやってそれを実現したかを報告してくださることをメンバー全員が希望しております。一日も早くそういう日を作りたいと思います。国民的討論と合意で原発ゼロの日本を作るために大いに力を尽くそうではありませんか。政府は1960年に茨城県東海村の原発が重大事故を起こしたらどうなるか、詳細なレポートを作っていました。数百名の死者、数千人の放射能障害者、当時のお金で3兆7300億円もの損害が出る。あまりの衝撃に政府はこの被害推定を隠し続けてきました。このレポートが1960年に正直に公開されていたら、私は日本に54基もの原発を作ることはできなかったと思います。原発事故の恐るべき危険を知りながら、都合の悪いことは国民に隠す。原発は安全だという安全神話を垂れ流して、国民に原発を押し付けた歴代政権の罪はあまりに深いと言わなければなりません。真実を隠蔽し、嘘と虚構の上に作られた原発はなくすしかありません。重ねて訴えたいと思います。原子力を支配下に置こうとするアメリカから濃縮ウランが輸入され、日本に原発が導入されたのは1950年代です。日本共産党は1961年に原子力発電所の建設工事の中止を求める決議を挙げるなど、最初の段階から原発に反対してきました。国会論戦で原発の危険性を明らかにするとともに、全国各地の住民運動と力を合わせてきました。私が今日強調したいのは、草の根の戦いと国会での論戦によって政府と電力会社の思い通りにはことが進まなかったということです。今立地している17箇所の原子力発電所はすべて1960年代までに電力会社の立地計画が明らかになったり、自治体が誘致に動いたりしたもので、1970年代以降に新規立地が計画された原子力発電所で稼働までこぎつけたものは一つもないんです。調べてみますと、主なものだけでも全国で25箇所に及びます。これ全部潰したんです。これだけの原発立地計画を住民の運動で、住民投票で、市長選挙で中止に追い込んだ。全区の住民の戦い、日本共産党の戦いが原発大増設の計画を半分以下に抑え込んだ。全国各地で展開された草の根の戦いの歴史に大いに誇りと自信を持とうじゃありませんか。なぜ日本が原発列島にされてしまったか。C委員長は政治の二つの歪みを告発しました。一つは一機5000億円のビッグビジネスに群がる原発利益共同体の存在です。C さんはこの利権集団を財界、政界、官僚、
御用学者、巨大メディアによる原子力村のペンタゴンと名付けました。私は原発利益共同体の一員として、国民を欺いて大儲けをしてきた勢力に強く求めます。まずその罪を深く反省することを求めます。そして原子力災害の被害に対する共同責任と賠償への共同の負担義務を果たすことを強く求めたいと思います。私が深刻だと考えるのは、巨大メディアがこの利権集団の一員に加わっているという事実です。電気事業連合会で広報部長を務めた鈴木達氏は、回顧録で新聞を支配下に置いていった経過を明かしています。1974年、まず朝日新聞に電力業界の縦断広告が載り、次に読売が続きました。朝日読売と続きますと、この本によれば、毎日新聞もはせさんずる。しかし毎日は当時原発に反対するキャンペーン記事を掲載していました。鈴木氏はこう短歌を切るんですよ。御社では今原子力発電の反対キャンペーンを張っている。それは御社の自由である。反対が天下のためになると思うなら反対に徹すればいい。広告なんてケチなものはどうでもいいではないですか。こうして原発マネーは大手新聞を総なめにしていったんです。これは1975年8月27日付の朝日新聞に掲載された PR 広告です。大見出しが、原子炉が爆発しないのはなぜか。そしてですね、何と書いてあるか。原子炉は原爆とは全く違った性格のものです。原子炉の安全設計は取り越し苦労とも言えるほど念入りに行われています。たとえ全ての制御装置が働かなくなったとしても大事故を起こすことはありません。こういうものを出したんですね。原発事故が起こった後、これらの大手新聞の中には原発の危険を伝える報道を始めているところもあります。それ自体は結構なことです。しかし自分たちがやってきたことへの猛省が必要ではないでしょうか。東京の2万人集会、静岡の5千人集会を一行も報道しないという姿勢は改めたらどうでしょうか。それは事実に誠実で公正な報道機関なら当たり前のことだと私は考えるものであります。政治の歪みの2つ目は、日本の原発が燃料も原子炉もみんなアメリカ頼みだということです。福島第一原発1号機はゼネラルエレクトリックの設計をそのままコピーしたものでした。そのために笑えない笑い話が起こりました。非常用電源が津波で真っ先に壊される地下に設置されたんです。なぜそんなバカなことをしたのか。アメリカではですね、一番の自然の脅威といえばハリケーンと竜巻なんです。だから非常用電源は地下に設置されるんです。アメリカ製品のコピーをした結果がこの重大事故を招きました。濃縮ウランも原子炉もアメリカ頼み、事故の処理も自力でできない。こんなエネルギーの対米従属からは抜け出して自然エネルギーという国産エネルギーに大きく切り替えようじゃございませんか。このように原発からの撤退の戦いは原発利益共同体を解体し
国民の命と暮らしを守るルールある経済社会を築く戦いです。エネルギーの対米従属を脱していく戦いです。それはアメリカ財界言いなりという日本の政治の二つの異常を正し、日本社会の姿形を大きく変える戦いです。自然エネルギーの本格的な普及と低エネルギー社会への転換によって、すべての人々が安心して暮らせる社会、人間らしい生活と労働が保障される社会、これが私たちの展望であります。皆さん、こうした大きな展望を持ってですね、原発ゼロの日本を作る、この一点で広大な国民的な共同を作り上げようじゃありませんか。共に頑張りましょう。2003年から本格的に始まった二大政党づくりの動きは、日本共産党を選択肢から排除する反共作戦でした。2009年に政権交代が実現し、その動きは最大のピークを迎えました。国民が政権交代に託したのは、自民党政治を変えてほしいということでした。しかし実際に起こったことは、全く違った。沖縄の普天間基地問題、消費税増税問題、TPP 問題、自民党政治と同じ道に戻ることでした。今の国会ご覧なさい。不毛な党略的政争に明け暮れる民主党と自民党の両党の姿に、国民は呆れ返っている。深い失望と怒りを募らしていると私は思います。この反共作戦はわずか2年という支配勢力の思惑を超えるスピードでその馬鹿を表しました。国民の皆さんの中に、これまでとは違う政治、新しい政治への探求の流れが生まれております。支配勢力が選択肢の外に置こうとした日本共産党の主張にこそ政治の真実があるのではないか。こうした動きがさまざまな分野で起こっております。なぜ政権交代をしたのに日本の政治は少しも変わらないのか。その根本には米国財界言いなりという日本の政治の二つの異常がある。このことを国民が見極め、今の閉塞打開の展望をつかむならば、日本の政治は大きく変わります。客観的には変わる歴史的前夜にあります。私は最後に訴えたい。今国民の中に起こっている変化は広く深いものであり、それは希望ある変化であります。しかしそれは自動的に日本社会の変革にはつながりません。日本共産党を大きくしてこそ変革は現実のものになってまいります。先ほど歴史的前夜と申しました。自然の夜明けは寝ててもやってきますが、社会の夜明けはみんなで力を合わせなければやってまいりません。今日の私の話に共感していただいた方、なかなかいいこと言うじゃないかと思っていただいた方は、どうか日本共産党に入党していただきたい、そのことを心から訴えたいと思います。皆さん、日本共産党員としての生き方は、世間的な出世や栄達とは無縁のものかもしれません。共産党に入ってお金が儲かることもありません。しかし皆さん、不当な圧迫に屈せず、自らの良心と信念を貫く生き方にこそ、本当に人間らしい生き方があり、生きるに足る人生があり、そしてその中にこそ人間の真の幸福があると私は信じるものであります。
皆さん、今日本は大震災と原発事故という危機の最中にありますが、共に手を携えてこの危機を乗り越えるならば、その先には必ずや新しい日本が見えてくるでしょう。この大仕事を日本共産党員として共に取り組もうではありませんか。